住み着いたとは、まあ、一応今日の終わりをねあのみんなでこう今日の頑張りをねぎらい合うという意味で27が意味と、ああもう私もそれ27にしてるバリバリ起きてる。はい、いや帰ってからもうとにかく日中もうずっと携帯を見たりとかそれが全然できないから見れるとしても本当に急を要してるなんていうの連絡とか大丈夫かな来てないかなぐらいしか確認する時間がないからそれぐらい結構ずっとなんかお稽古の方はなんかやってますね。だから終わって帰ってる時にようやく見ていろいろ更新できたりってなんかそんな感じ。最近日中全然見れない。おやつの時間なんかねたくさんこう長めに取れる休憩っていうのは取られていないから自分で空いてる時間を見つけたり少しの休憩の時にこう何か補給をしたりとかそういうのを各自取るっていうスタイルですのでそういう時に本当こんなお休みって言った後にさショールームの配信とかしたらもう私絶対信用されないよねお休みって言ったんだから寝なよって。いや私もちょっと今日は無理かなと思ってたんだけどこれだドアップでお顔が見たいねうんどの辺で買うの？なんか決めてる場所とかはないけどお出かけとかしたりお仕事でどっか行った時の行き帰りの時に時間があるから寄ってみるかって言ってそこで運命的な出会いがあったら買ってる。プラス可愛いね。これ私もすごく好きで、あのねあれ一番最初に事務所のプロフィール写真撮るときその時は私服で撮れたから可愛いのいろいろ持って行ってどれがいいですかねって言ったらこれがいいんじゃないって言われて一番最初のやつはこれで撮った。その服めっちゃ好き。私も好き。でもこういう洋服に似たようなのあってもなんか自分の体型とかに合ってるシルエット形みたいななかなか見つけられないから私すごい好きで何年も前からずっとねたくさん着てる。大好き。これはリリー・ブラウンっていうブランドのお洋服。スキヤのスマホケースかわいいね。大好き。私もスキヤ。でもどうしてもやっぱりあの汚れっていうのかな黒ずみとかが見えやすいっていうかつきやすい色って黄色までいかないんだけどベージュでもないか。そうだから結構頻繁にお手入れしてる。でもちょっとあのポロポロってしてきたので新しいスマホケース少し
なんか探してみようと思ってる。穴開いた服、これ穴開いてませんよ。穴じゃなくて水玉模様だよ。今日はその稽古の前に親友が本当朝ごはんに誘われてたんだけど、ちょっと朝からねいい感じのご飯食べられるとこちょっと探すの難しいねって話してて、じゃあフルーツとかそういうさっぱりしたものを食べようって、そういうお店だったらお昼ギリギリだったら稽古始まる前の時間だったらいけるかもって、そんな感じで今日親友とお仕事の前に待ち合わせして行ってきて、だから可愛いお洋服着ていきたいなと思ってこういう格好して、で一緒にフルーツを食べて、あとはちょっとだけお店を一緒に見たりしてバイバイして、だからすごいこういう格好でお仕事行ったから気分がルンルンで行けましたね。暑かったけど。なかなかこういう風に人に誘われないとやっぱもう仕事までの時間は無駄に外出たくないなって感じで、朝夜問わずもう家で過ごしていたいと思うから、今日は連れ出してもらいましたね。スイカが美味しかった。メロンもあったんだけど信じらんないぐらい高くて、私にはちょっとメロンはお金出して食べるものじゃないです。私はいただいていたので、茨城県民は。はい、夏はインドアになります。夏以外はとてもアウトドアになります。クラウンメロン、なんかもっと今日はいいねって2人で言ってたのはもっと長いカタカナの名前のやつだった、茨城県産だったんだけど、の時計うん、髪はね切っていないんですよ今。私稽古の時に稽古着っていうか、実際に過去に先輩が着られていたお衣装をお借りして実際にそれを着て練習っていうか稽古してるから、そういつも あのおダンスをやってる時のような格好をしては、ね、やっていなくて、多分ともみさんが着てたやつだと思うんだけど、それをお借りして着ながら稽古してるので、そうするとね首元がちょっと襟がついてて詰まってるから、結構髪の毛があるとね熱くって、だからこのちょっと長いところを編み編みして後ろに隠して、切ってはいないのだから隠してるっていう感じかな。だからね切った感じに見えるんだけど切ってないんですよすごいショートヘアっていう感じ、耳にもかけてたりするからね。だから今全然ウルフカット感全然ないんだけど、でも一応あれから全然美容室行けてないのでそのままでございます。
あとね、この間の記者発表で着ていたやつが本番のやつで、お借りしてるやつは4年前とかなのかな、3、4年前半袖バージョンって感じのやつを着てやってるかな。いい感じ。その髪型好き？嬉しい。ずっと不安だった私は。ずっとね、ここ数年はロングで やってたから、って言っても一回切ったか、失礼ありがとうの時。でもやっぱりね、お風呂での髪にかかってる時間、洗ったりとか乾かしたりとか、もうお部屋の掃除もそうだけど、そういうところでかかる時間も短くなったし、手間も省けてるので、まあちょっと朝起きた時のつむじとかの寝癖をね、直すのがちょっとめんどっちいなと思うけど、でも全然楽になったから、その辺は助かってるかな。そう、終わったら戻したいなと思ってる。久しぶりにポニーテールしたいなとか、今でもね全然できるんだけど、でも量が少ないから、横から見た時にちょんちょろりんって感じのポニーテールになる。できないことはない。で、私が好きなのは結構ハイな感じの長めで、ちょっと巻いてルルルみたいな。ポニーテールの説明、バカっぽい説明しちゃったっていうのが自分の好きなポニーテスタイルだから、ちょっとね、落ち着いたかなって時にそうしたいなと思って、重めが好きなんだよね。まあ、これはこれででも似合うお洋服とかも違ってくるしね。短い方がカチューシャが似合うから、そっちは好きかな私は。おお、ショート過激派、強強。嬉しい、今の髪型が一番好きって言ってもらえた、嬉しい。色も戻したいんですよ、黒寄りの方に。でも本当に今行く時間がなくて、ずっとこのまんまになっちゃってる。前髪とかも自分で切ってる。トリートメントとかもしたいんだけど、全然行く時間がなくて。やってるお時間と私が空いてる時間っていうのがなかなか合わなくて、それでね、いけないんだよね。実際ではベンティースが、ベンディーちゃん、そうです、今度3日に試合の方にお邪魔させてもらって、いろんなイベントとか行くんですけれど、林岡部ではなくウェンディ・モイラ・アンジェラ・ダーリングとしてお邪魔させていただきます。ウェンディちゃんの本名。黒髪ロングのイメージが強い。黒髪ロングは去年はでもそうだったね、去年の秋頃まではそのスタイルだったね。ね、舞台もあったからね、その時それに合わせて戻してて。夏の催しは好き。あ、それは好き。お祭りとかも大好きだよ。
花火とか屋台が出てるお祭り好きだし、プールもあの曇りの日は好きだし、そういうのは好きだよ。前髪斜めにするの上手。でもよく一昔前の前髪って言われる私ダメなんだ。あのそのシースルーっていう綺麗にこうおでこもいい感じになんていうの、あの透け感があるみたいな、こうちゃんとこういうこの辺が統一された感じの前髪が恐ろしく似合わないので、私はこれが似合っているってちょっと自分では思っているからそう、今の流行りの感じの前髪私似合わないんだよね。そうだからお手本に全然なれないし、時代遅れなのはねとても、はい、分かっておりますねえ。あ、前ね、昔とか本当どうし、でも大体みんなそういうこと言うよね。あの自分自身の昔の前髪はなんであんな前髪してたんだろうみたいなね。本当今見ると笑っちゃう感じの面白い前髪。でもそれが自分に一番似合ってるんだって自信持ってたしね。前髪が目の中に入ることはよくあります。セルフカットのハサミはプロ用、いえなんか工作用のそれ専用のハサミ持っていなくて、全然この髪を切る用専用のハサミではないもので切ってる。思う。そうそうそう、だからさ今もさ、今自分がこの前髪いっちゃん似合ってると思って今これやってるけどさ、だから何年後かに見たらさ、なんでこんな前髪してたんだろうって思うのかな。それを踏まえてでも、でも今私一番これが合ってるんじゃないかって自分では勘違いしてるよ今。どうなんだろうね。でも今までの髪型で一番自分に似合ってるんじゃないかなと思ってるのはあれ、山梨の、あ、ど忘れしちゃった、ど忘れしちゃった、山梨のあの周年のコンサートやったところ、なんだっけなんだっけね、ど忘れしちゃった、富士山の近くのところ、あの時のライブの髪型自分ではすごい気に入っていて今でも、あ、かそう、それ川口湖、それあの時のライブのやったポニーテールとか、あとハーフアップとか、あれねすごい気に入ってて、時々前髪切る時とかは、あ、これぐらい切ればあの顔のスッキリ感出るんだみたいな、自分ですごい参考にしてるそうそうそう、あーステラシアター、そうそう、ありがとう教えてくれてじゃあ、ほんと信じられないくらい寒かったよねあれね私なんかみんな始まる前にこうお尻が冷たくなっちゃうし、ちょっと硬いからクッションとかがこう羽織れるもの持ってきた方がいいよってみんな何かで言ってたような気がするね。え寒かったね。楽しい思い出、雪あったっけか寒っ。
T シャツの、あーでもあの時踊ってたからアンコールの時に T シャツ着てたな。そんなに寒くなかったような気がする。あ、どうだった、寒かったかもしれないけど、私あの時のオープニングの、あのリヴァイやってた人たちのやつがすごい好きなの、足のやつ。あれ、いなかったな。なんで私あれいなかったんだろう。れかな、梅坊さんとコラボしたやつに出てたからいなかったのかな。なんでだろう。そう、タップタップタップすっごいやりたいと思ってて、超かっこよかったの。なんだろう、やっぱ分かれてたのかな、やる部門が。いいなーと思いながら、ここいいなーと思いながら見てたんだよね。だからあとね、いまだにすごい見に行けなかったのが悔しいやつがあって、一空が、中野郁美ちゃんが出てたタップダンスの舞台、1回目のやつもすごく見に行きたかったんだけど、タイミングが合わなくて見に行けなくて、でもう一回再演があって、なんかね東京じゃなかったの。でもそれも行けなくて、だからもう一回 私に見れるチャンスを与えてほしいんだけど。あれほんとずっと見たいと思って、見に行ったね、メンバーとかスタッフさんが「よかった」ってすごい言ってたから、すっごく見に行きたくて。え、ちょっと一句に聞いてみて。私今でもね諦められない、あれすっごい見に行きたいの。一個の演技見たの多分一番最初やっぱり「絢爛と爛漫」で、多分自分もお手伝いメンバーで「絢爛」とか「爛漫」とかっていうね、8で一番最初にやったこう舞台、それの第1弾第2弾第3弾みたいなので「キスバイ8」があったり「マジムリ」があったりしてるんだけど、第1弾の時は私はその舞台には出てなくてお手伝いメンバーとしてやってて。で、あの円形のところだったから、一緒にファンの方とみんなと一緒にその舞台を見るみたいなのもあったんだけど、それでね一空の回を見てすごいなって、すごい引き込まれる演技で一空が、だからすごい尊敬してて、一空って何でもできちゃうんだなって。私踊りもすごい迫力があって、本人がさ背が高いのもあるから、そこも魅力的なんだけど、そこにパワーとか迫力とか感情が乗ってるところが、いやすっごい素敵だなと思ってて、だから一空がいるダンス曲とかすごい見るの好きだったし、そう、そう一番引き込まれたんだよね。思っきしまたパフォーマンスでこう暴れてる一句見たいですね、生で。ああそうね、小見晴さんと一緒の舞台ね出てるんだよね。なお、あ、なおもね、いい、すごくいい。なおはやっぱり一番最初の「マジムリ」の舞台で赤犬っていうお名前だったかな、あの自分とは反対側の、あの敵さんチームで出られてたんだけど、やっぱねその火の感情というか
自分の過去をこう話して、でおりゃるって感じのお話の展開なんだけど、荒地だ、荒地側で出てたんだけど、いやもうその時の演技もあれ見て、なんか自分がこう怒ったりとか悲しんだりみたいな演技をしたことがない時だったから、わーって、この一緒のなんか同期っていうか、なおはさ、あの私よりは年上のお姉さんのメンバーだったけど、すごいって、こんな演技ができるんだって、すごいなって尊敬したし、同時に自分はそういう演技をしたことがなかったから、私絶対もしこの先そういう自分がそういう役をやるっていう話来たら絶対できないなって、稽古場で見せた時からこう泣いてたりしてたら、こう演技でなんか自分もそれと同じ感情になるぐらい、あーって赤犬さんそんな過去がみたいな感情になるぐらい、なおもすごい人を引きつけるすごい演技でね。そしたら自分もなんかこう、うおーみたいな、あーみたいな感じので演技をやる機会が去年来たけれどもね、まさか自分にそんなことをする機会が来ると思わなかったんだけど、いやーだからほんとすごいなって思うんだよね。待って待って、みんな今どんで私が話したどこのところで笑ってくれてたのかな。泣くところ、泣いてたっけ今、おりゃーこれねー、もう時間があったらいろんなこみんなやってるね。最近はみんながたくさんの舞台に挑戦しているから、いやー見に行きたいですね。最近はメンバー AKB のメンバーがやってるのだと、ナナさんが出てたマギ？マギ？マギだっけ？正しい発音ってマギ、マギ見に行ったんだけど、アンサンブルを務めている方一人一人のクオリティがもうすっごい高くて、いやもちろんこう、いや奈々さんにとか他の方に関してもすっごいもう、うわーってもう箇条書きでうわーって言えるぐらいすっごい感想あるんだけど、ああいう人たちがやっぱりこう引き締めてるっていうか、なんていうか舞台のこの作品をこうのクオリティを底上げしているなと思ったし、自分が最近そういうところに立つからこそ、いろんなところに違う目線でこうわーって勉強になるところもあったり、え、ほんとマギー、そうほんと全員すごいやばい、あれねえ、モルジアナちゃんすごいよかった。私見たことなくて、マギー原作の方を、だから何の知識もなく行ったんだけど、でもナナさんが出てきた瞬間、あ、モルジアナちゃんはこういう子なんだみたいな、見たことないのに、あー、もうモルジアナがそこにいるって思えるような、きっとモルジアナが存在したらこういう子なんだろうなっていう存在感がすごかった。そう、原作には読んだことない、めっちゃ良かった。で、次の作品もし続編あったら見に行きたい。
ね、ほんとね、最近みんな舞台のねお仕事多いよね、多いなっていうイメージが。やばい、12時になっちゃう、やばいやばい。ピーターパン、ピーターパンはほんとに、これもしつこいぐらい言うけど、ほんとにピーターの歌声が素敵、ほんとにもうね、いろんなとこで何回も言いすぎてしつこいぐらいなんですけど、もう一回言う、ピーターの歌が本当にめっちゃいい。そうなの、透き通ってる、めっちゃ綺麗でってなっちゃう演技とかじゃなくても本当に素敵すぎて、中の人がもう惚れちゃってる。ピーター今日もびっちりお稽古してきました。明日はもっとびっちりです。びっちりって何そんな日本語あるみっちりですね、びじゃない。明日私は一日中、私がずっと出てるところだ、やべえし。明日は大変お忙しゅうございます。何持ってこっかな、ご飯っていうか合間に食べられるやつ。あの千葉のピーターまたピーターパンあれピーターパンってお店だっけ、千葉の有名なパン屋さん。あそこも好きなんだけど、でも私今いるの千葉じゃないから買えないかちょっとあれなんですけど、あとでもね、あの好きなパン屋さんがあって教えてあげるね、特別に東京駅のね、大丸っていう、大丸って百貨店なの、お店っていう、んビル、ちょっと分かんないんだけど、なんか大丸っていうなんか大きいビルの地下にパン屋さんがあるんだけど、エスカレーター降りてすぐのね、そこのね、そこのお店の人気ナンバーワンのチーズパンが本当に美味しいから、ちょっとみんなに食べてほしい。あ、デパート、百貨店か。すっごく美味しいの。デパ地下、そうか、デパ地下っていう。別にお店の名前とかパンの名前とかはもうそこまで詳しく把握しなくて大丈夫。そこの地下1階のエスカレーター降りてすぐのパン屋さんのとにかく一番人気のチーズパン、もうこれだけでいける。本当に美味しい。この美味しさを共有したくて、380円ぐらいで、結構こんぐらい、こうか、こんぐらいの大きさ、私の顔がこんぐらいで、こんぐらいの大きさで380いくらとかだった気がする。私のマネージャーさんがよく買ってくれる美味しいパンはそこじゃないです。マネージャーさんの、はい、あ、でもこれ言ったらお家がバレちゃうからマネージャーさんのちょっと言わないでおこういつも買ってきてくれるの、特別な時に差し入れとかで。
ヒーターパンの会、でもそこれはさ、茨城センス行ってほしいぞ。では茨城センスに行ってメロンのパフェとか丸ごとメロンとか食べてほしいな。チーズはブツブツが入ってる。ブツブツっていうか、ま、最初はきっとブツブツで入れたんだろうけど、焼いてるからそれで溶けたのかな。結構がっつりチーズが入ってる、まばらに入ってる。いや、メロンは最初に言っとくけどめっちゃ高いですよ。高い、きっと。だってメロン半分にスパッて切った中にアイスが入ってるみたいなやつ。でも茨城ではとても有名なスイーツっていうかすごい有名です。ああそう、私の地元の日立のビーカナーズっていうお店もめっちゃ美味しい。ごめんね、こんな夜中にご飯の話ばっかして。私がお腹空いてきちゃった。終わりにしなきゃ。いい加減私もお風呂に入りたいと思います。すいません、あの皆さんの出身の邪魔をしてしまいましたね。すいません、寝ます。いえいえ、こちらこそ付き合ってくれてありがとう。寝まーす。おやすみなさい。おやすみって何時間か前に自分から言ったくせにショールームやってるよ。おやすみなさい。明日も頑張ってきます。さよなら。本当におやすみなさい。